木村大作は、日本の撮影技師、映画監督、文化功労者。1939年生まれ、東京府出身。1958年、東京都立倉前工業高等学校を卒業後、東宝撮影部にカメラ助手として入社し、黒沢明監督の組に配属される。1973年、野獣狩りでカメラマンデビュー。 2020年11月4日、文化功労者検証式にて、自分の師匠は、撮影助手としてついていた、宮川和夫や斎藤隆夫ではなく黒沢明だとしており、その影響を強く受けたことを自認している。黒沢からも、そのピント合わせのうまさから一目置かれており、本人から、撮影助手で名前を覚えているのは、大ちゃんくらいだと言われたこともあるという。 黒沢は、用心棒で、犬が人の手首をくわえて歩いてくるカットを、ビデオで見るたびに、周りの人間に必ず、これ、ピント合わせてるの、王ちゃんだよ。うまいねと言っていたというエピソードもある。また黒沢は、木村が一本立ちして、東方を離れてからも、自分の現場で、ピント合わせで手こずるようなことがあると、木村大作を呼んで来い。こんなのあいつなら、一発だよと、 冗談混じりに行ったとも言う。用心棒で女子としてついていた宮川和夫からも日本一のフォーカスマンと激賞されていることからもわかるようにピント合わせにおいては木村は超一流である。特に東方は後継の大きなアナモフィクレンズとスタンダードな後継のレンズを両手で自分の目でピン送りしていたので熟達した技能者を必要としていた。 特に対象が、キャメラに向かい、キャメラが、トロッコ等で対象に向かっている場合のそれをドンピシャに、合わせられたのが木村だった。ただし当然、じゃじゃボケの時もあり、泣きの対策のゆえんでもあった。なお、黒沢作品にはすべて撮影助手としての参加である。1973年に、菅は映座監督の、野獣狩りで、カメラマンとして一本脱するが、この作品では、 木村の発案でオールシーンを手持ちカメラで撮影している。また、撮影用の照明を使わずすべて自然照明で撮影することを監督に提案し、撮影中、仕事を奪われた形になった、照明技師がこっそりライトを当てた時は、木村よりもかなりの年長である森を怒鳴りつけたとも語っている。この作品の撮影中に片腕を骨折するが、 もう片方の腕だけでカメラを担いで撮影を続行したり、藤岡博がビルの屋上から隣のビルにジャンプして飛び移る非常に危険なシーンでは、戸惑う藤岡を前に木村が実際にやってみせて、俺ができるんだからお前もできるだろうと葉っぱをかけたエピソードもある。その後は、主に森谷志郎監督や岡本喜八監督とのコンビで名を高めていった。 しかし森谷は若くして、世を去り、岡本に対しては、人柄や才能に、最大限の敬意を払いながらも、そのコンテ主義のために、カメラマンの裁量が少なすぎるとして、仕事を断るようになる。折しも東方が、実質的に制作撤退しつつあった時期でもあり、同社の専属を離れて、深作禁事、古畑安ら他社出身監督の仕事も含め、 幅広い活動を行うようになっていく。2009年、初監督作品、剣岳展の木が公開された。木村を部別に近い表現で批判した、蓮すみしげひこのように、評価しない人もいる。2020年11月4日、文化功労者検証式にて、文部科学副大臣、横田ひなこと一時期、テレビ出演を積極的に行ったことがある。 平成日本の夜更けへの出演がきっかけで、南原清隆との交流が始まり、笑う、犬の冒険にて、コントのキャラクターの素材とされ、本人もコントに出演することとなった。しかし、ただコントに出演するだけではなく、木村のコーナーとも言える、ラストシーンでは、本業のキャメラマンとして35ミリキャメラを回している。また、 新春隠し芸大会に2000年2001年と2年連続で審査員を務め過激なまでの毒舌批評で嵐を巻き起こした2002年には演者としてアダルトチームおじさまメルヘンワールド2002世界は一つみんな仲良くに出演した木村の毒舌ぶりは業界内では知る人ぞ知る事柄であったが一般視聴者の不評という結果となり 以降は、地上波テレビのレギュラー出演は行っていない。ただし、衛星劇場では、冠のトーク番組、木村大作の春夏秋冬を持っていて、当時の映画産業や黒沢明をはじめとする、映画人の裏話などを披露している。また、地上波でも、映画の宣伝などのインタビューには、現在も出演しており、テレビ出演が、一般認知度を上げるきっかけにはなった。 情熱大陸にも取り上げられ、2008年9月21日に放送された。2010年5月20日より、RKB 毎日放送の豆ご飯にコメンテーターとしてレギュラー出演した。2018年10月26日には芸能界マージャン決定戦座割れ目で一本生スペシャルに初出演。 番組歴代最年長となる79歳での出場だったが、深夜0時から朝6時の生放送にもかかわらず堺井正明、萩原正人、荒井博文を相手に見事優勝を果たした。撮影者を自称している。映画には監督は一人だけという認識から、撮影監督という名前は嫌っている。ありがとうございます。